どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスパート2やっていきたいと思います。さて、セラファイトということで、この公園を抜ける感じかな。ん？鳥か。絶対何かいるでしょう。ちなみに、改良型は、弓は上げとこう。で、次は体力上げたいね。こんな感じかな。あ、こっちはいけないね。飛び越えもできない。矢を抜く。ああ、刺さりっぱなしでダメージ受けるのか。やばいやばい。しかも、すげえな、口笛で合図してるんだ。いや、これねー。うわ、これしかも狙えねえ。ああ、マジで壁に吸い取られた。こいつら何者かも分かってないからね。何の舞台？これで一応一人は始末できた。いや、でも攻撃精度は、ああ、回ってきてるね。ああ、矢は回収できず。
という感じか。いないな、ないな、落ちてないな。1,2 いないね。うわ、意外と矢の回収は難しいな。後ろにもいる。多いな。もう一人向こう側いたんだけど、矢の回収できねえな。やばいね、意外と今回この急所好きが強い。こいつらがスカーか。そんなことより病院。ああ、あいつらがスカーね。ねえ、レンガ取って。そこは通れない。右側の方から行こうか。いや、めちゃくちゃ強い相手だったね。よし、この先に病院がある。病院ね、そっち側が病院。そこを越えていく感じかな。ちょっと回収していこうか。よし、これでも戻れないよね。でさ、今回相手がスカーになるってことはライトがバレるはずなんだよね。ライトにも気をつけつつ、しっかりとって感じかな。わー、やっぱ3本作れるってでけえわ。よし、回収。
201は特には、あーでもそこを出れるね。あー出て上に上がれる感じか。いやいや、こんだけパーツだったり手に入るって。爆弾はもう作れないから、入れない。でこっちも行けない。さあ、ドッペルゲンガーのカードゲット。なんかそんな感じやわ。6060だね。んー、じゃあこれ抜ける感じかな。はあ、降りることも可能だし、上も行ける。でこっち行けば検問所には行けるわけか。お、このメモを見つけた方へ。私の妻ペイジがパイクとコンベンション通りのバーの向かいにあるフリーカンファレンスセンターで私の帰りを待っています。この薬をどうか彼女に届けてください。あー、遺言か。ひどいね。悪いけどもらってくよ。その薬はちょっと大事に使わせてもらおう。鍵かかってたか。人の気配はなし。ああ、これはアイテムゲットしに来ただけか。そうだね、そんな感じだね。まあまあ逆なんだけど、あ、やっぱアイテムあったね。災害復旧センター、病院と。これ通った瞬間なんか出てくるとかやめてよ。え、いける？ウルフか。やめてくれ。アイザックの計画を教えてやる。だから、計画。解放を。嘘だろ。待て、待て、待て。
もう恨みを晴らすためにって感じだね。解放されたな。解放された。生き残りを探すぞ。お導きください。やべえな。ってことは、スカーは。話聞いたか。聞いた。恥知らずめ。まあ予想はしてたけれど。リリー。あいつの姉もな。驚いた。母親がかわいそう。様子が変だと気づいてもおかしくないだろう。やばいやばいやばい。さすがにね、ダブルキルは一人ではできないからね。うわー、どっちだ？もう一人しかもいるんだよね。合流した。いや、無理だね。並んでるな。ダイアナ、待ち伏せだ。サムはあっちからだ。探すぞ、広がれ。誰の仕業か調べろ。隠れろ。そうなんだよね。とりあえず隠れながら逃げて、見えないけどね、ちょっと画面見づらいけど、いや、ほふく強えな、そう考えると。急げ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 。
よし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 、向こうに一人、どこだ、なんかそこ、あそことどこだ、もう一人、もう一人がね、意外と見つかんないんだよな。いや、さすがにショットガンぶっ放したらバレるから、武器を勝手に変わらないでくれ。あれでお互いに合図してるんだろうね、こっちいないみたいな。てかよっぽど耳いいよ、それ考えると。はい、あとは、もう一人いたような気がするんだけど、これまだあんのか、場所が広いって感じがするね。どこだ？口笛は聞こえたぞ。あそこに一人いるね。いやー、一人どころじゃなかったわ。いやー、ここはさ、もうステルスが
当たり前すぎて全然前進めんわ。そこ一人いるね。いや、二人か。で、そっちにも一人いる。うわー。いや、降りたかなーと思ったら上に行ったねー。これ見つかったらパーでしょ。正直その急所狙えるのはめちゃくちゃ強い。遅いんな。危ねえ。いってうわー上から落ちてくるやつが全然見えなかったね。確実にやられるわ。ってことは、ね、上行きたいね。上からちょっと見て、始末できるやつはガンガン始末していこう。索敵を索敵系は聞き耳移動速度だもんね。
マジで、あの見つかった一人はどこだ？いないねー。たまたまそこに湧いたとかは嫌だよ。たく、まだいる。ああ、なるほどね。湧いてくるわけ。こっちから音がしたよ。よそ者に注意しろ。自動湧きね。やっぱたまたま見つかったんだ。うわー、湧き位置が悪かったな。待て、多分これ。作っといて。来るなー、めちゃくちゃ来るなあいつら。何？余裕だね。鎧を着てなければ。出ることは可能。そこ抜けてって感じかな。うわ、まだいるじゃん。中いるよね。いやー、この戦闘パートはやばいねー。しかもこれ、よし、いいヘッドショット。マジで、ああ、やっと片付いたか。この街最悪。最悪ってレベルじゃなかったぞ。ああ、この裏側からも侵入できたわけだね。ああ、ちょっと回収していきますか。パイプ。そんな言うほど回収できるものない？ぐるって回ってきたんだ。これ入っていく感じか。じゃあちょっと
今回戦闘パート多くて濃厚だったんで、ここまでにしよっかな。今回はね、ちょっとここから隠れておこう。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。そうですね、ノーカット版はメンバー限定でやってますので、よかったら登録してください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。